くお願いします。はい、じゃあ本番いきますね。お願いします。はい、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 うん、じゃあ振り返っちゃいましょうか、そこで。坂井さんと割とヒップライン大きめですね。そうなんですそういう意味でグラビア向きですよね。うん、なんか太もももムチッとしてるんで、うん、だいぶグラビア向きだと思うんですけどキャラがキャラがで、まあ、事務所さん的にはおいおい押していくんじゃないですかね。まだ早かったんですかねじゃあウエストアップでいきますね。はい、ここから上ぐらいしますね。はい、いきます。はい、そういえば今年のゼントさんのコスト初めてなんだよな。お、本当ですか。だってほら、あの最初の開幕前の時、あ、私服になっちゃったから。そう、大人の事情で。はい、横位置でいきます。はい、うん、あれ、それ新しいポーズ Z はい、反対いきましょうか。はい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 、立てていきます。よいしょ。はい、はい、じゃあ振り返っていただきまして、はい、いきます。はい、はい、寄ります。よいしょ。はい、はい、じゃあ反対いきましょうか。OK です。じゃあ一通り撮ったので、はい、じゃあスカート外しバージョンで、はい、じゃあパンツバージョンいきますね。はい、お願いします。はい、全身です。はい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 。もう坂井さん、俺オートサロンで結構撮ってるんですよ。え、私もそう思ってました思ってましたオートサロンの時なんて覚えてなくないですか。オートサロンの時は、うん、なんか本当に見たことない方とかは分かんないんですけど、うん、知ってる知ってるみたいな感じになってたんで。あ、知ってるんですか逆になんで知るんですか。なんか地元静岡なんですけど、はい、バイクとか車がお父さんも周りも好きで、はい、だからあの YouTube 出てよとかって言われてました。あ、そうだったんですね。はい、それがやっとなので4年目で嬉しいです。確かにそうだね。はい、じゃあ振り返り、反対側で振り返りましょうか。反対側こっち。あ、そうです、そうです。そのまま反対側もう一回もらっていいですか。うん、はい、そうです。はい、はい、うん、いいです。はい、OK です。じゃあ正面戻っていただいて、はい、よいしょ。はい、じゃあ行きます。はい
反対振り返っていただいて、そうです、はい、はい、そのまま横でいきますよ、はい、うん、まあいいですね、はい、OK です。椅子使っていきます。じゃさっきと同じ座り方にしましょうか、はい、はい、よいしょ、うん、こんな感じ でちょっとこの胸元のテントのコスじゃない、ロゴがよく見えるようにしていただいて、ちょっとシワッとしてるんで、はい、うん、そんな感じ、はい、じゃあいきます。全身です、はい、回っていただいて、こうなんか、あ、こっち向きです、こっち向きです。手をつく感じ、うん、ちょっとグラビアっぽいですけど、でもうちょっとお尻のラインがこっち、うん、このぐらいで、はい。あ、すごい。あ、そうです、いいですね、はい。ちょっと過ぎちゃってる、はい。で正面までお膝立ちになっていただく感じです、はい、で毎回なんだけどこれ下げ忘れると映んないっていう、ゲーム終了です、はい、じゃあ、今度は私服ですね、はい、よろしくお願いします。じゃあ行きましょう、全身です、はい、じゃあそのまま振り返っていただいて、はい、うん、いいですね、はい、反対いきましょう、うん、じゃあそのままもう正面戻ってきていただいて、うん、そうです、はい、じゃあウエストアップ、ここから上ぐらいでいきます、はい、はいはい、横でいきますよ、はい、はい、はい、じゃあ振り返っちゃいましょう、行きましょうか、はい、めっちゃスピーディー、まあ結局いつもこのぐらいのスピードでできるってことだよな。
はい、じゃあ椅子使いましょう。はい、浅く座っていただきまして、はい、じゃあちょっとここ今引っかかっちゃってる服が、はい、じゃあ行きます。はい、はい、ラストです。はい、じゃあ OK でございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。